皆さんこんにちは、佐藤入谷です。今日はパナソニックのスチーマーナノケア EH-SA0B のレビューとおすすめの使い方をご紹介していきたいと思います。パナソニックのスチーマーナノケア、私ずっと昔から使っていて、今回で4代目になります。っていうのも昔自分がね、結婚式の時にやっぱりこう結婚式当日綺麗な肌で本番を迎えたいと思って、2週間前から朝晩毎日欠かさずにスチーマーを買ったら自分史上最高の肌になったっていう経験があって、やっぱりしっかりね、丁寧にケアしてあげるとこんなに肌って美しくなるんだっていう経験を自分自身がしているので、もうそこから絶大な信頼をしている美容家電です。今回新しく発売されたスチーマーナノケア EH-SA0B がこちらになります。なんとこのナノケアスチーマー550万台も売れているヒット商品なんです。こんな感じで見た目のデザインも大きく変わったと思うんですが、搭載された機能もね、さらにパワーアップしているので、今までこう私が使っていたアイテムと比較しながらご紹介していきます。こちらが私が今まで使っていたスチーマーナノケアダブル温冷エステ EH-SA99 です。こちらは数年前に購入したので、もう生産終了になっている商品です。パッと見た目も大きく違います。今までのこのスチーマーはホワイトとこうピンクのイメージが強かったんですが、新発売したね、こちらがこう蓋の部分が大理石調になっていて、こうよりスタイリッシュになっています。この中でもね、一番大きく変わった機能は化粧水ミスト機能が搭載されたことです。温かいスチームを出すこの水の吸水タンクとは別に、ここに好きな化粧水を入れてこう微細な化粧水ミストを浴びることができます。化粧水ミスト単体でも使えるし、オンスチームと合わせてこうダブル保湿することもできます。ダブル保湿ならこうオンスチームをね、こうたっぷり浴びて角質細胞がこう水分をたっぷり含んで、こう肌がふっくらしてきたところに化粧水ミストがね、肌に馴染んで水分と保湿成分が角質層まで浸透しやすくなります。こうね、手で直接塗るよりも 15% も浸透しやすくなるそうです。化粧水ミストはね、好きなコースの仕上げにはもちろん、朝のこの忙しい時に化粧水ミストだけ単体で浴びることもできます。その時はね、こちらのミストボタンを押すだけです。あとはなりたい肌に合わせて3つのコースがあります。こちらのオンスチームコース、こちらはたっぷりオンスチームを浴びたい時やクレンジングの時に使うコースです。こちらはクリア肌コースになります。みずみずしくこう明るい透明感のある肌に導いてくれます。こちらはハリ弾力コースになります。肌のね、こうキメが整って引き締まったハリ感のある肌へ導いてくれます。こちらのクリア肌コースとハリ弾力コースはオンスチームとレインミストが自動で切り替わるので、お家で本格的エステのような心地よさがあります。私はね、ゆっくり時間が取れる日はこのクリア肌コースかハリ弾力コースを選んで、オンスチームとレイミストを浴びた後に化粧水ミストで仕上げています。はい、では実際に私のおすすめの使い方をご紹介していきます。では実際に使用していきます。まずはこのメイクをした状態でオンスチームミストをたっぷり浴びていきます。このオンスチームを約3分間浴びると、スチームでメイクをこう浮き上がらせて落としやすくしてくれて、ディープクレンジングになるので、優しくゆっくり落としていきます。丁寧にクレンジングをして洗顔まで終わらせました。この後にこうみずみずしく透明感のある肌を目指してクリア肌コースをやっていきたいと思います。はい、オンスチームがね、こうじんわりするのがすっごく気持ちいいです。いつもはこのままこうテレビを見たり、スマホをいじったり、こう本読んだり、結構この時間ってこう好きなことをできるので、ゆっくりね、浴びながら癒されながら自分の時間を楽しんでます。はい、今レインミストが出てきています。すごくね、ひんやりしていて気持ちいいです。はい、でキュッと引き締めた後にまたオンスチームです。はい、こんな感じでコースが終わりました。はい、この後にここにお好きな化粧水を入れて化粧水ミストで仕上げていきます。このね、化粧水ミストを塗る前にもうクリア肌コースで肌がもっちり
ふっくらしていたんですが、その上にこの化粧水ミストをね、まんべんなくミストすると、さらにね、化粧水がぐんぐん入っている感じがすごくします。あの、専用の化粧水ではなく、いつも使っている好きな化粧水で使えるっていうところもすごく嬉しいです。はい、一通り終わりました。とってもね、気持ちよくって、すごくこう手軽なのにスペシャルケアができるので、私の大好きなアイテムです。片付けもね、最後に残った給水タンクのお水を捨てて、本体をこう逆さにしてお水を出すだけなので、あの、お片付けも簡単です。あの、乾燥が気になる季節のマストアイテムになると思います。気になった方はぜひチェックしてみてください。最後までご覧いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。